アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は跳ねた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチェです。令和5年11月4日場所は九州春日公園球技場にて2023九州学生アメリカンフットボール最終節となります。その一戦、久留米大学ミーンファイターズ対琉球大学スティングレーズの一戦がまもなく行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。両チームそれぞれ試合前のウォームアップを終えまして、これより試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側に陣取っておりますのがグリーンのユニフォームを持っています久留米大学メインファイターズ。九州三強の中に一角クイックマンと常に前線しておりますチームですが、今シーズン九州制覇を掲げておりましたが、しかしその奮戦むなしく現時点ではまだ白星が上がっていないという非常に厳しい状況にシーズン至っております。この最終節に勝利しまして、なんとかその状況を打開図らんという形でこの一戦に挑みます。対しまして反対側に陣取りますのが、本日赤のユニフォームを取っております琉球大学スティングレーです。名前が示す通り沖縄からの参戦チームです。昨シーズン入れ替え戦勝利しまして、久方ぶりの一部復帰を果たしました。そして今シーズンは福岡教育大学に勝利し、すでに1勝を挙げる形で今シーズン最終節を迎えております。この一戦に勝利し、入れ替え戦回避を目論んでおります。さあ互いにここから入れ替え戦という非常に大きな関門に果たして挑まざるを得なくなるか、あるいはそれをしのぐことに至るか、その瀬戸際になります一戦が間もなく行われます。両チームサイドラインに整列しまして、これより試合開始の時を待とうとしております。令和5年11月4日場所は九州春日公園球技場にて2023九州学生アメリカンフットボール選手権最終節、久留米大学メインファイターズ対琉球大学スティングレーズの一戦が行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがグリーンのユニフォームをまとっております久留米大学メインファイターズ。奥側に陣取りますのが琉球大学スティングレーズです。久留米大学キックオフ、
琉球リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。チーム試合前の劇を飛ばしフィールドに散ります。これより試合開始の時を迎えます。まず試合は久留米大学のキックオフで開始する形になります。キックオフしますのはキックオフキッカー7番の森永です。筑紫高校出身の3回生です。対しまして琉球大学はリターナーに23番と75番を配置しました。23番は金子、佐世保西高校出身の2回生。75番のプレイヤーもラインマンですが、ここでリターンのポジションに入っています。さあ23番がリターンに入ります。スピードに乗って左オープン展開を図りまして、自陣30ヤードを超えたところからの攻撃位置を確保しました。この位置から琉球大学の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権継続を繰り返すか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球大学の攻撃となります。琉球大学自陣32ヤードからの攻撃に入ります。琉球大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずランプレーから入りました。ランニングバックに入っておりました75番、ハンドオフを託されまして右オフタックルを突破、パワープレーによって右オープン展開し約6ヤードのゲインとしています。キャリアとなりました75番は、義母、北端高校出身の3回生、北端と呼ぶんでしょうか、北谷と書いておりますので、とりあえず、北端と呼ばせていただきます。さあ琉球はセカンドダウン4の状況になりました。2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は4ヤード。さあランプレーを重ねます。今度は密集点にランニバックを突入させました。ランニバック75番、その体育を生かした突進を見せまして攻撃権更新とします。琉球ファースター、トータル10ヤード超えましたので攻撃はリセットされ1回目に戻ります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を駆使し攻撃継続を繰り返すか、得点を狙う競技です。さあ見事攻撃権更新を果たしまして琉球大学自陣42ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10。今度は久留米大学が見せます。再びランプレーに突破、ランプレーによる突破を図ろうとしましたが、これを久留米大学23番、素晴らしいチャージかけて3ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事ロスタックル決めましたのは久留米大学23番の浜野、慶愛高校出身の4回生です。さあ3ヤード下がりましたが琉球セカンドダウン13の状況に挑みます。さあさらにラン重ねます。ランニバック75番、ハンドオフを託されまして中央突破を敢行、ブロッカーを連れましてブラストプレーで密集点突破を図りまして約3ヤードゲインとしています。
ここはラニバクの義母の突進力にチームの身体をかけているようです。琉球自陣42ヤードからサードアンテ、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。この状況、ランプレーで突破を図りました。ラニバク8番に変えまして、左オープンへのランプレー。スピードでまくらんというプレーでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。キャリア8番は福村でした。浦添高校出身の1回生です。ここで琉球フォーメーションを変えるようです。フォースダウン最後の攻撃権をパントフォーメーションで駆使しようとしています。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力で陣地挽回を図ります。このパントコントロールよく久留米大学陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代と変わります。まず琉球大学の最初の攻撃シリーズはパントという形に終わりました。しかしボールは押し返す形には成功しまして、久留米大学自陣23ヤードからの攻撃という形に変わります。攻撃権変わりまして、今度は久留米大学の攻撃になります。久留米大学自陣23ヤードからファーストダウン10、同じく1回目の攻撃の更新、必要距離は10ヤードです。さあまずランプレーから入りましたが、ここで審判団からイエローフラッグが投入されております。審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。果たしてどちらにありましたか。まもなく審判からコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。フライングする形になりまして、5ヤードのバッタイとなります。従いまして久留米大学は5ヤード前進し、ファーストダウン1回目の攻撃やり直しという形になります。従いまして久留米大学自陣28ヤードからファーストダウン5、攻撃権更新距離は5ヤードと変わりました。ここでランプレーを投入。何が7番、見事に期待に応えまして攻撃権更新です。久留米大学ファースター、見事攻撃権更新を果たしたのはランニングバック7番の森永、筑紫高校出身の3回生です。さあ自陣38ヤードに入りましての久留米大学ファースターアンテ、さあ再びランプレーですが、これは琉球ナイスディフェンス。同じく7番の突進を敢行しようとしましたが、これを琉球大学75番がタックルしまして、ゲインは2ヤードにとどめています。さあハドルほとんどなくプレーを展開します。クイックアタックの攻撃になりました。ノーハドルオフェンス。パス不成功。ここでパスプレーを敢行しました。オフェンスチームは攻撃の開始点より1回だけ後方より前にパスを投げることができます。これによって相手のディフェンスの裏を突こうとしましたが、ここでしかし反則が発生しています。オフェンスの反則です。無資格補給者のダウンフィールドへの侵入の反則がありました。オフェンスチームのパスを取る権利がある選手には限りがあります。特に背番号が50番から79番の選手はパスコースに出ることすら許されません。先ほどこの選手がおそらくパスコース上にあったということで反則となりました。ダウン1つ進んでサードダウンに変わります。久留米大学サードダウン8、
パス成功、パスだ。ここでクォーターバック4番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー8番にパスを通しまして攻撃権更新です。久留米大学ファーストダウン、見事パスを投じたのはクォーターバック4番のトマリ、興南高校出身の4回生、取りましたワイドレシーバー8番は元田、久留米商業高校出身の3回生です。ここでランが出ます。すかさず投入しましたランプレーでランニバック7番見事一発で攻撃権更新としました。久留米大学ファーストダウン、ランニバック7番森永、素晴らしいランを披露しております。さあ続けざまに攻撃展開します。久留米大学相手陣40ヤードからのファーストアンテン、再びランプレーです。ランニバック7番の突進で読みまして約4ヤードのゲインと変えました。さあノーハードのオフェンスです。そのまま立て続けにプレーを展開します。勢いに乗って攻めんというところですが、セカンドダウン6の状況、ファスター、ここでクォーターバック4番プレイアクションからワイドレシーバー13番にパスを通しまして攻撃権更新です。久留米大学ファスター、パスキャッチしましたのは13番の峰でした。糸島高校出身の2回生。さあ立て続けに攻撃を展開します久留米大学、相手陣18ヤードからのファースターアンテン、これはランニングバック7番スリップしました。ディフェンス80番のプレッシャーありまし、10番のプレッシャーありましてか、ランプレーは1ヤードのゲインにとどまっております。琉球大学10番は倉石、倉石古城池高校出身の3回生です。失礼しました、1ヤードロスに変わっておりました。久留米大学セカンドダウン12、失礼しました、セカンドダウン11です。ここでランプレーを投入しましたが、失礼しました、ここで審判団現在そのプレーの成否を協議しております。わずかにその手前で外へ出ておりました。こうタッチランには至っておりませんが、しかし見事なランを決めました。ランニングバック7番は森永でした。筑紫高校出身3回生。さあこれによりまして、しかし相手陣3ヤードの位置からの攻撃に入ります。久留米大学ファーストダウン2ゴール、ここで琉球大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球ここでなんとか阻止せんと守備の段階でここで1回目のタイムアウトを使いました。現在スコアは未だ両方無得点という状況ですが、しかしここで一気に久留米がタッチダウンを上げんという状況に至っております。さあ何とかして琉球はこれをしのぎたいが、果たしてこのタイムアウト実るでしょうか。試合再開です。久留米大学相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール、タッチダウン。ここで久留米大学は好調なランニバック7番のランプレーを投入しました。中央突破を図りまして7番見事にこれに期待に応えてタッチダウン、6点獲得です。見事タッチダウンを果たしましたのは久留米大学7番の森永、筑紫高校出身の3回生です。そしてこのトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、久留米大学ミンファイターズ7点、
琉球大学スティングレイズ0点という状況で、久留米大学先制タッチダウンを挙げる形に成功しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。エンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあり、ここでエンドゾーンにボールを持ち込むと2点、キックを決めると1点、さらに加点できます。これ以外ですと自分のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーがありまして、これは2点。従いましてアメリカンフットボールワンプレーの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の足し算になります。この足し算によって構成されることによって引き分けが起こりにくい決着方式になっております。そしてアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合が再開となります。ラグビーと違いまして失点をした側が攻撃の機会を得やすい状況になっています。チャット内のメッセージありがとうございます。友永様、両チームの配信クルーの皆様、よろしくお願いいたします。そのメッセージありがとうございます。この一戦が学生生活の今季の最終節ということもありまして、双方ともにその総決算ともなるその熱意ある戦いを披露してい いる状況になっております。さあ、このキックオフ、琉球大学若干トラブルありましたが、しかし自陣26ヤード付近からの攻撃位置を得ております。さあ、琉球大学ここから反撃に入ります。自陣26ヤードの位置にボールはセットされました。久留米大学の鮮やかな速攻に対し、琉球大学は果たしてどのような攻撃でその状況を打開図るでしょうか。琉球大学ファーストダウン10。さあ、この判定どうなるでしょう。審判団のコールを待ちましょう。ターンオーバー。ここで琉球大学、まずランプレーでランニングバック75番に託しました。75番ステッフアームを使いましてロングゲイン図らんとしましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルしたボールをそして抑えたのは久留米大、したがってここで攻撃権があります。攻守交代、ターンオーバー。久留米大学ファンブルリカバーによりまして攻撃権をダッシュしております。従いましてここから久留米大学の攻撃に変わります。久留米大学自陣 40ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずパスプレーから入りました。クォーターバック4番中央に展開しましたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、このパスオーバースローでパス不成功となっています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。久留米大学自陣40ヤードからセカンドダウン10。失礼しました、セカンドダウン10。キュービーサー、クォーターバック4番ランプレーをフェイクしパスを投じようとしましたが、これをすかさず琉球大学51番殺到しました。キュービーサー約5ヤードロスを奪いました。見事 QB サックしましたのは琉球大学51番の富川、首里高校出身の3回生。さあ、久留米大学サーダウン15の状況に挑みます。
琉球これを止めることができるでしょうか。キュービーサーク、ここで琉球さらにディフェンスがプレッシャー。クォーターバック4番を追いかけ、最終的に10番がキュービーサックし、大きくロスに変えました。見事キュービーサックしましたのは10番のクレイシです。倉敷五条池高校出身の3回生。久留米大学フォースダウンロングになりまして、パントフォーメーションを選択します。このパントは琉球大学陣15ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。しかし琉球大、見事に久留米大の攻撃をしのぎまして、攻撃権を奪還する形に成功しております。さあ取り返しました攻撃を果たして琉球生かすことができるでしょうか。琉球大学自陣16ヤードからファーストアウト。さあ中央へのランプレーを投入します。先ほどファンブルありました75番にあえて託しまして、さらに中央突破を図ります。これに応えまして75番の義母、素晴らしいランを重ねております。琉球大学セカンドダウン4、今度は左オープンへのランプレー。75番、今度はスピードでマクロットしましたが、これはなんとか久留米大学食い止めております。琉球大学サーダウン4、ボールオンは自陣22ヤード。ナイスディフェンス。ここでクォーターバック15番オプションプレーを選択しようとしました。カウンターオプションで一旦左に振って右に展開しようとしましたが、これを久留米大学76番猛チャージかけまして、このプレーを阻止しております。久留米大学74番は覚悟1回生のプレイヤーです。西日本短大附属高校の出身です。琉球フォースダウン9になりまして、パントフォーメーションを選択します。久留米リターンに入った。琉球大学のカバーをかわしまして、久留米大学リターナー8番、相手陣43ヤード付近の攻撃位置を得ます。この位置から久留米大学の攻撃に変わります。果敢なリターンを敢行しましたのは久留米大学8番の元田、久留米商業高校出身の3回生です。さあ相手陣に入ったところからの攻撃に入ります。久留米大学相手陣43ヤードからファーストアウト。まず中央へのプレーを投入しました。ランニングバック7番、期待に応えて中央密集点を突き抜けまして約5ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。
ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、久留米大学7点、琉球大学0点、攻守方向入れ替え、第二クォーターに移ります。